仙台市仙台の気候仙台市のウォンズ仙台の気候は宮城県仙台市及びその周辺部における気候についての記事である。仙台市都心部は太平洋に明けた仙台平野の西部に位置するため海洋性気候の傾向を持つ。そのため冬は東北地方としては温暖で冬日は比較的多いが真冬日は少ない。降雪量は少なく 積雪が一週間以上残存することは少ない。夏は太平洋からの海風の影響で気温はあまり上昇せず夏日にはなるが真夏日、熱帯夜が少ないが近年は猛暑日手前まで気温が上昇することが多くなった。ただし梅雨から夏の時期や秋分前後に北東から冷たい海風が入り込み曇りがちになって大きく冷え込むことがある。このため 北海道札幌市よりも気温が低いことがしばしばある。平年値は年間平均気温1 2 1度 c 降水量1241.8ミ、mm、リメートル、日照時間1842.6時間、真夏日と真冬日の合計は約20日で都道府県庁所在地の中で最も少ない。2番目に少ない水戸市で約30日。 東京都で約45日、大阪市で約66日と、仙台市は極端に暑くも寒くもない気候である。宮城県南部の地形は、西から順に、大宇山脈、盆地群、陸前丘陵、太平洋に開けた仙台平野と大まかに分かれる。また、仙台の北側には、太平洋から大宇山脈まで東西に、松島丘陵が伸びる。 仙台市西部の大宇山脈は、船形山から、蔵王連峰までの間、あまり高い峰峰がないため、西からの雪雲が入りやすく、市西部の旧宮城町と旧脇保町が、豪雪地帯に指定されている。2003年、宮城県における、天気予報及び注意報、警報の細分区域が変更された。一時細分区域については、これまでの山沿い、平野から、西部、 東部に名称変更された。また、二次細分区域については、仙台市を含む区域においては、かつての宮城県南部を一くくりにした山沿い南部、平野南部から、さらに細分化され、西部仙台、東部、仙台という区分になった。仙台は一般的には東日本として区分されるが、気象予報上では北日本として区分されている。しかし、 降雪量は少なく、気温もさほど低くはならない。東北地方の太平洋側南部に位置する仙台平野、並びに福島県中通りと浜通りは国土交通省からも降雪地帯の指定を受けていない。主な都市の降雪量、積雪量以上、平年値の表からもわかるように、仙台は降雪量、積雪量が少ない。これは、奥羽山脈が、 壁の役割を果たし、太平洋側にある仙台には、基本的には雪が降らず、晴れて、空風が吹くためである。また、仙台平野が太平洋に明けており、海洋性気候になっていることも影響している。仙台も東京などと同様の夏に、降水量が多い、カウフユれ型である。このため、冬季は晴天が多くなって、昼間は気温が上がり、 夜間は放射冷却により気温が急激に下がる。昼間の最高気温が摂氏0度を下回る真冬日の平均日数は約2日と少なく、一方、夜間の最低気温が摂氏0度を下回る冬日の平均日数は約80日と多い。初雪は11月旬から12月上旬頃に観測されることが多く、積雪を伴う降雪は12月下旬以降となる。 ホワイトクリスマスになる確率は過去30年で42%。冬季の降雪には2つのパターンがある。一つは、西高東低の気圧配置による降雪パターンである。大雨山脈の標高が仙台付近では2000メートル以下と低いため、その壁としての役割は関東地方における壁の役割をしている2000メートル以上の越後山脈などと比べて弱く、 寒気団の南下や西風が強いなどの諸要因が重なると、その壁を越えて仙台に雪を降らせる。この場合、雪を降らせる諸要因の強弱により、山側の泉区、青葉区、大白区は雪、海側の宮城野区、若林区は晴れという天気になることもしばしばで、雪雲の端では晴れている空から雪が降る、お天気雪が発生する。 日の出の時間帯にお天気雪になると降ってくる雪が朝日を反射して赤や金色の雪が舞っているように見える。もう一つは南岸低気圧型の降雪パターンである。2月下旬頃になると西高東低の気圧配置の出現回数が減り、それに代わって日本南岸付近を低気圧が通過するようになる。関東の南岸を低気圧が通過するときに そこに向かって寒気が吹き込んだ場合、東京から仙台の東日本太平洋側に雪が降ることがある。暖冬でもない限り、市西部の大雨山脈には十分な積雪が見込め、仙台市街地から1時間程度で行けるスキー場には多くのスキーヤーやスノーボーダーが訪れる。冬季の道路の路面状況は積雪なしのドライ状態が最も多い。降雪があった場合でもすぐ溶けるか。 シャーベット状になるかで圧雪状態になることはほとんどない。積雪があった場合でも市が除雪を行うことにより自動車交通への影響は少なくなっている。ただし1月中旬から2月中旬にかけての減冬期には道路脇に除雪された雪が昼間に溶け、その通る水が夜間の放射冷却によって凍り、道路がまだらにアイスバーンとなるという現象が しばしば発生するため注意が必要である。このような路面状況のため、かつてはスパイクタイヤによる粉塵公外がひどく、仙台砂漠とのお名を付けられていた。故に、仙台市はスパイクタイヤの使用禁止運動に際して最も早く着手した。降雪時に仙台市南部から北上すると、名取川広瀬川七北田川と川を越えるたびに、 降雪状態や積雪量の変化が如実に見られる。宮城野区にある仙台管区気象台の観測では仙台は井戸の割にはかなり温暖であり、1926年以来の観測による最低気温記録も低く、摂氏11.7度と東北にしてはかなり高い。百六十七年一月十七日に観測された摂氏十点二度以来マイナス十度以下は、 観測されておらず、平成以降では2006年2月4日の引く摂氏7.5度が最低である。対照的に、戦北平野の内陸郊外を中心に冷え込みは厳しく、大平村、登米市、大崎市などではマイナス10度を下回ることは珍しく、なく、時にはマイナス15度を下回る気温が観測される。米,米山では摂氏18.3度。 石巻市物腕で引く、摂氏17.2度、大崎市鹿島台では引く、摂氏15.8度、東松島でも引く、摂氏13.3度が観測されている。また、仙台市内でも山間部にある、青葉区新川で引く、摂氏14.7度を観測。さらに、仙南平野の沿岸部でも、名取で引く、摂氏11.8度、渡りで引く、摂氏13.0度など、 仙台との最低気温が大きく違うことがある。これは、元来、仙台の観測地点が、宮城野区という海洋性の特色を強く受ける地域に、あるのに加え、ヒートアイランド現象による影響もあるためである。そのため、同じ仙台市内でも内陸にある、青葉区の特に旧宮城町地区、大白区の山間部、泉区と仙台駅周辺の中心街や気象台の、 ある沿岸の宮城の区、若林区とでは、冬の気温や降雪量に大きな差があることも多いが、仙台市内の気象庁の気象観測地点は、仙台管区気象台のほか、旧宮城町地区の新川の雨出す一つしか設置されていない。3月下旬頃まで降雪が見られることもあるが、4月に降ることは稀である。桜が咲くのは、例年4月初旬から中旬頃であり、 入学式や、始業式、新館コンパの時期とほぼ重なる。仙台の桜の名所は、西公園やつつじが丘公園、三上峰公園などである。三上峰公園は、桜の種類が異なるため、染井吉野が散っていく頃が桜の見頃である。また、定前寺通りや青葉通りの欅並木の新緑は5月中旬頃から見られる。 3月から梅雨の始まる6月上旬までの時期は、降水量が少なく、夏至に近いこともあり、1年で最も日照時間が長い。そのため、すがすがしく、最も過ごしやすい時期である。 151.3時間、180.5時間15、151.9時間16、161.1時間、182.3時間、159.2時間、190.9時間、164.9時間、198.7時間、180。 9時間127.9時間120.1時間127.7時間147.5時間155.4時間177.5時間119.8時間112.9時間151.8時間129.9時間140.2時間141.4時間144.7時間171.1時間仙台の 梅雨は6月下旬から7月下旬にかけてである。オホーツク海気団の影響によって、冷涼となることが多いため、蒸し暑くならず、不快ではない。ただし、全国的に見れば、毎日が梅雨寒と言えるような気候であるため、仙台には1年に冬が二度来るとも言われている。平年値は、夏日が64.6日、真夏日が16.7日となっているが、過去30年のデータでは、 夏日が40日から86日、真夏日が1日から40日と年によるばらつきが非常に大きい。これは、冷夏になった年が何度かあるためである。最近10年は冷夏が少なかったので、平年値は夏日が70.4日、真夏日が19.7日となっている。また、熱帯夜の平年値は0.4日であり、 ここ10年間で8年間は熱帯夜が観測されておらず、熱帯夜が観測された年でも2日ほどであった。冷下の年には、寒流である親潮の上を渡ってくる冷たい、北東風、山瀬の影響で気温が上昇しない日が続き、農作物に大打撃を与え、海のレジャーがほとんどできなくなる。霊下に周期性はなく、また、霊下の程度にもばらつきがあるが、分かりやすさのため、 海のレジャーの面から真夏日の日数が年10日を切った年で判断すると、1970年代、80年代は10年に3度と多かったが、それよりも前、あるいは90年代以降には10年に1度程度となっている。近年で最もひどかった例化は1993年で、1993年米騒動が起こった。仙台が日本の他の地域と違うのは、 前述した通り、梅雨が涼しいということである。関東や西日本の梅雨の時期は、雨が降っていても気温が上昇して、夏日や真夏日と判定されることが多いが、仙台では、梅雨の晴れ間であっても真夏日となることは稀であり、また、梅雨前の後から6月に夏日になることもあまりなく、上記の夏日の大半と真夏日のほぼ、すべては、梅雨明け後に観測される。このように、 仙台の夏は、梅雨明け後に急に始まり、固め打ちになるという特色がある。いずれにせよ、仙台の夏は、梅雨明け後からお盆過ぎまでの約1ヶ月に集中していて期間が短いため、不快な蒸し暑さや寝苦しさ等があまりなく、熱中症リスクも低いことから、その点では過ごしやすい。仙台の海は、冬は、親潮の影響から水温が低いが、 夏から10月くらいまでは黒潮の影響で水温が高い。サーファーたちは季節によってウェットスーツを使い分け、水温、気温の工程に関かかわらず、一年中サーフィンを楽しんでいる。仙台では周期の高雨量の方が梅雨の高雨量より多い。仙台周辺に接近する台風は、ほとんどが雨台風であり、風台風は稀である。また、 芋2階の開かれる季節である。市内のコンビニエンスストアの前に芋2階用の焚き木が高く積まれている様子は市民にとっては風物詩だが他の地方の観光客には不思議な光景に見える。紅葉前線の到来は例年11月の中旬頃。仙台周辺の紅葉は新葉樹の緑をバックにして黄色と赤が入り混じる。特報を濃むに悩む。 森野と東日本震災調査、ありがとうございます。